来た、おはようございます。おはようございます。鈍い時期は間違えたよね。ありがとうございますね。ねえ、ごまちゃん。ありがとうございますと、おめでとうございますですね。ちょっと、唇がカシャカシャです。危ないでしょ、コードが危ないわ、充電器させてるから。月曜も頑張りますかね。え、今日からまた始まるよ、1週間がねえ。危ないです、危ないです。別もなく充電のコードが危ないです。昨日はこれありがとう。なんやこれ、どんぐり、あーあれか。あれ、あーチョコシャバイ。大別コヘメトーカワギセンジがアニメ化される。私は好き。ごしょばいです。あと、あと尻尾で物を落とさないで。尻尾、あ、ちょちょちょ、職場先輩がもうすぐ21歳に見えないね。なんかもうさ、世代交代でさ、なんかセーラー服とか着てるとさ、全然なんかもう9期と同い年、18歳ぐらいに見える。17歳学生メンバーに全然見える。昨日の公演楽しかったです。アフタートークもね。でもまあ、このここではね、アフタートークの言葉内緒ですね。もう劇場を来てくださった方限定なので。昨日いろいろ声ありがとうございました。ミシャラが昨晩さん相手に変顔してもらいました。そうな。うわ、全然見えへんな。逆がやな。ミシャラちゃんもさ、シャクパンさんもさ、逆やからさ、見えなかった。みんなお疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと待って、風が。でもなかったら暑いのよ。どうすればいいのこれ。てか、いつの間にかゴマちゃんどっか行った。そう、影穴なんかいつもよりめっちゃ噛んだ昨日昼。
昼やったからかな、しかも久しぶりやったからまだギリちょっとなんか緊張してた。そう、あ、そうです、そうです、そうそう、8月25日のミニチカッパ祭にまた NNF ファレットの研究生が出演することが決定しました。はい、今世代交代やってるメンバーじゃなくて、その現在研究生の数十名10かな多分10ですね。おめでとう、ありがとうございます。そうなんですよ、またね、めっちゃ真夏なんですけど、そう、あのピンポンポンポンなって、もう出ないんじゃなかったからだいぶマシやってんけど、そうチャイムなって、あの挨拶してる、最後の挨拶する一番後ろに行ってる時やから、若干ね腰なんかそのしゃがんでるんですよ、頭下げてて、でその状態になったからそのまま下がったから膝ゴーンいってめっちゃ痛かった。めちゃくちゃの真夏なんですけどね、絶対暑いよね。てーなとあゆみちゃんだけ、そう、てーちゃんとあゆみだけ下までゴーンって言っちゃってた。めっちゃ、まさかさ、そのさ、前回の6月号にもさ出てさ来てさ、あとさその次のさ公演の夜公演にも出てくると思わんかったからさ、ほんまにびっくりした。なんやって思って、あやみその千秋楽の日程決定か、あとはなんやったっけな、あ、そう、え、なんかその今回いつもとは違うなんか10期生のお披露目の日決定かみたいなお知らせかと思ったら、でもさすがに千秋楽決定は次のなんか公演では早すぎるなと思って、前回千秋楽発表したばっかりなのに今回千秋楽の発表早すぎるなと思って、違うなって思って、でも絶対10期生も言うはずないなって思って、でデンとピンポンパン、確かにな、でデン、あ、ピンポンパンポンはあれかな、そのそっちかっぱ、ちかっぱ出ますとかコサんちゃうな、うん、普通出ますとかそういう系の宣伝系のやつなんかな。で電話は昇格とかシングルとかコンサートとかかな。ね、見た、昨日なんかアモがツイッター X 見てたから見えたけど、嫌なのデビューするらしい、めちゃくちゃ可愛かった。ほんまに迷子のお呼び出しの音やねんな、うん、スーパーショッピングモールとかで流れるやつ、まさかの昇格発表、いやさすがに早すぎならなんかもうその時に一緒にやるそうやし、しかも多分小学なら出てんないよな。え、こゆちゃんたちの時出てんやった、多分出てんの方がビビってるけど、金子さんが、あ、金子さんが迷子になっちゃった、
金子さんが迷子になってこっちに来たってことは、あゆみたちがもうすでに迷子側ってことか。でどもども言ってピンポンパンポンなったらこっち来てるから。自分で自分の迷子。なんかさ、10期生はどんな感じでさ、なんかお披露目するんかな。あみたちは公演やったやんか、金子さん本日またゲメンバーだからで言ってはったね。なんかさ、あみたちは演奏公演夢中、あれ夢中ライブか。あら懐かしいね。なんか言うてそんなのに半年ちょっとしか経ってないのに。コンサートかな。でもどのコンサート、あれか、N シップかな。しかもさ、時代コンサートに出るってことは、そのそれ以前にもう発表はされるってことなのかな。それともその夏コンがお披露目で、その時に何曲数曲やる、1曲2曲やるってことなのかな。もういやでもそんな10期生出るって書かんよな。そしたら謎に公演時間が早まってる声を要求。そうやな、それや。それでした。あれオンラインのさ時の公演っていつも何時開演やったっけ。昼はないやん。ほんで出てきます、いってらっしゃい。いつも何時間やったっけ夜。ね、でもさあれかな、昇格ちゃんは発表するなら多分ユートピア公演か N シップ公演だと思うやん。思うよ。猫が暴れてる。ね、私は夏コン。夏コンより前にはかワンちゃんめちゃくちゃワンちゃん旧期金世代交代千秋楽か。三三三なまあ多分こうやんねん。そうだって夏コンやったらマジでめちゃくちゃ勝てない予想やけど。夏コンやったら多分な長いよな。8月17やろ10期生が出るのは。おはちょびん、おはちょびん。なんかおもろい、この子だけふわふわしてる。
多分大島さんが出る公演だと思うくて、 N シップで最近見かけてないからユートピアかな、それとも急にコディさんが出たらこの日やってなるかもしれない。うん、でもさどうなんやろな、そのキャプテンがいる公演なのか、選抜メンバーがみんなってか全員選抜メンバーの天使のユートピアなのか、ユートピアかな、ユートピアかな、最速なら、あー確かにな、最速なら19、次のユートピアわしら、あー19 やば、19思い出しちゃった。絶対行く、19はほんまに網上げ基準に行く。うん、そう、どっちも可能性ありえるから難しいんだよな。しかもさ、ほんまにさ、多分絶対ってか、もうほんまないけど、めちゃくちゃもしかしたら、めちゃくちゃのもしかしたら、めちゃくちゃのもしかしたら、世代交代のなんか千秋楽とかで全然お披露目とかもありそうやし、もしこじりんさんが世代交代にまた技術演してはるよね、もう、うん、絶対発表あるって言ってるようなもんやんな、そんな急にこじりんさんまた来ますって言われたら、ではちょっと壇上読みたいと思います。今日も学校なんでね、いきます。13位奈良さん、ありがとうございます。12位レモンさん、ありがとうございます。11位浩平さん、ありがとうございます。10位宝野さん、ありがとうございます。9位ジョーさん、ありがとうございます。8位タスニーヤさん、ありがとうございます。7位マサノさん、ありがとうございます。6位マツくんさん、ありがとうございます。5位デコマチビトさん、ありがとうございます。4位高政さん、ありがとうございます。3位スッパライダーさん、ありがとうございます。2位キャンチャーさん、ありがとうございます。そして1位アピーボールさんでした、ありがとうございます。よし、ではまずい、ピンにくっついてる。ああ今日17回じゃあちゃうわ。でももう2ヶ月でコンサートやね、早いね。昨日はあと1ヶ月でかりんさんと若宮さんのバースデイ、ん ?7 月、うん、月曜日、かな、どういう感じなの。ピーマルさん、10期に流されそうになったら怒ってください。もぎ激怒しますね。もうすぎ、それもし受験生に流れたら、次イベント来てくださる時はもう握手会やったらもう手グジュってしちゃうし、肩もボーンって取っちゃうし。もう覚悟してください。うん、そうだよ、推し変はダメだからね。マシはまだ、まあまあまあってな感じやけど、にっこりこの笑顔でさ、ありがとうございますって言って、違う、これです。はい、あ、なんか豪華な猫やな。贅沢な子だね。でも可愛いな、お主。
猫はやっぱ可愛い。猫だけの画力が上がってるんだよな。ただいま。それはいいんだけど、おい、オッケーン。ドボン押されたいから。でもドボン押されたら次あれよ、次の時にできないよ握手も握手できなくなっちゃう、潰れちゃうから。そう、麦も豆もごまもママも怒る。待って、似てんな。昨日夜小やみちゃん推しの人が前にいた。で結構さ、そういたよね。即一屋さんあたりに固まってた昨日。昼もだから結構いたから嬉しかったね。私は10期生から9期生を、まずは10期生を押すってことが。なるほどね。リカバリーがあるちょっと体力取られるよ。いきます。あっ、危ねえ。銀座店の方、はい、今日の一はピンボルさんでした。ありがとうございます。え、かわいくね。めっちゃうまくできてんけど今日も。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、今日もありがとうございました。では明日も7時からだったので、7時からだったじゃない、7時からなのではい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。頑張ろう。月曜日、月曜日が始まんで。ではありがとうございました。またね。バイバイキー。